前節は今シーズンワーストの4失点、連敗を喫し、2位松本との勝ち点差が4に開いた3位ジュビロ磐田、21位蒲田マーレ讃岐を迎え立て直しを図れるか。前節からスタメン6人を入れ替えて臨む磐田は立ち上がりから攻勢に出ると、7分山崎のパスに抜け出した阿部、最後は逆サイドから走ってきた陳がメンバーチェンジが功を奏した磐田、加入後初スタメンとなる陳がの J 初ゴールで先制点を奪います。序盤から主導権を握ると、連敗の鬱憤を晴らすかのように磐田の攻勢が続きます。24分には阿部のスルーパスに抜け出したペクソンドン、さらに30分先制ゴールで気を良くした陳がドリブルで持ち込むと鋭いシュート、讃岐を圧倒し続けると、迎えた36分コーナーキックのこぼれ球をフェルジナンド、スタメン復帰したフェルジナンドがシーズン2得点目を決めて追加点を奪います。駒の前田が欠場する中、讃岐を突き放した磐田、このままワンサイドゲームで次節松本戦に向かいたいところでしたが、38分磐田の新加入に負けじと、こちらも加入後初スタメンの古田に決められ1点を返されます。守備の立て直しが急務だった磐田ですが、無失点試合とはならず、再び突き放した磐田は40分、この試合攻撃を牽引する陳賀のクロスに藤田が合わせますが、瀬口の好セーブに阻まれます。1点差で後半へ折り返すと、先に動いたのは磐田、56分山崎に代えてポポを投入、すると代わって入ったポポのフリーキック、合わせたのは阿部芳郎、阿部のシーズン3得点目で3対1、シャムスカマジックが的中し、58分再び点差を2点に広げます。64分には讃岐も動きます。武田に代えて関原を投入、反撃へカードを切ると、その3分後でした、古田が中央でボールを受けると、こぼれたところを関原の左足、こちらも采配がズバリ的中、関原がシーズン初ゴールを決めて再び1点差に詰め寄ります。またしても守備の脆さを見せた磐田、85分には堀川のフリーキックから藤井に狙われますが、ここは枠を外れ難を逃れると、89分前がかりになる讃岐の裏をつきます。ここのスルーパスに抜け出したのはペクソンドン、これが決まって勝負あり。守備に不安は残したものの、とにかく連敗を止めた磐田、悪い流れを断ち切り、次節2位松本戦を迎えます。